い。これ日本では挨拶ですが、はい。これ韓国では挨拶ではなくて、のという意味なのです。が、実は韓国人は、ういって言わないんですよ。え？じゃあ韓国にはのって言葉がないの？なわけないじゃないですか。ガッチャンのおうち。ガッチャンの猫。ガッチャンの犬犬。ん？ガッチャンの犬犬。ん？納得いかない？おかしいな。ガッチャンの口座は納得率 100,000万億兆形外%の打率のはずなのに。たとえこの上で使われてはならない恐ろしい文章だとしても、めちゃくちゃ使ってますのを使う文章は。ではなぜういと言わないのか。皆さんは、実はこれと同じ理由で、外人が話す英語のアブも、実は聞いたことがあまりないはずなんですよ。いや、オブめっちゃ使うじゃん。ガッチャンのうち、ガッチャンの猫、ガッチャンの。はい。なぜでしょう。韓国に住むご普通の韓国人、ガッチャンです。謎解きをする前に10秒だけウィとウィの発音の区別がつきません。同じウィじゃないんですかって質問に答えてから始めますね。こんなん10秒あれば十分です。任天堂のウィと言ってる時のがウィ、ウィスって言ってる時がウィ。はい、おしまい。ガッチャンならこんな10秒で終わる説明ですが、手抜きの上手いティーチャーたちはこの10秒で終わる内容をやたら時間かけて講義できたりもしちゃうみたいだから驚きですよね。いやー、尊敬の意味を込めて話してるんですよ今。長々と生徒の時間を頑張って潰しておいて、使える知識はあまり与えないっていうものすごい才能がね、いるじゃないですか。例えば発音を教えますって外人入ってきて、方法を教えてくれるのかと思いきや、ただただリピートさせるみたいな授業ね。私も学生時代にはそういう授業にめちゃくちゃイライラさせられたもんですからね。それに自分のシャラシャラなアメリカ英語ただただ自慢してただけじゃねえか。人はそれができたいんだよ。ちゃんと教えるバーカ。落ち着こう。落ち着こう。でもこれ怒ってもいいと思いますよ。被害者ですからこっちは。まあ、そういうやっつけな外国語の授業には心底嫌気がさしてましてね。本当に上達させる気があるのか、時間潰してるだけなのかわからない外国語の授業にはうんざりさせられたものですから。おそらく皆さんの中にもこのムカムカが身に覚えのある人は少なくないと思います。なので私は少なくとも講義を聞く前と聞いた後では何かしら確実な変化があってほしいという思いがあるわけですよ。しかも極力皆さんの時間を奪わずにコンパクトにっていうのがモットーですからね。毎回舌を噛み切って死ぬ危険を伴う早口のレクチャーをさせていただいております。こうして死と隣り合わせにガッチャンが命を懸けて熱弁していることが一つあるでしょう。前回も言いました。多分これからもずっと言い続けると思います。言語上達のポイントは学びたい国のお国柄っていうこと。日本人はへりくだり、韓国人はせっかち。頭に自信がなくても暗記力が悪くても、その国の文化を抑えておけば大丈夫なんです。覚えるよりも理解する方が頭に残るから。これをより骨の髄まで納得させるために、今回は英語のアーブを道具に使います。その国のお国柄って何ですか？国の文化やお国柄って起源とすごく密接に関連してますよね。となると言葉の起源は何ですか？語源。この語源をたどると、無理して書きまくって暗記しなくても頭に保存される、つまり理解できるようになるんですね。このアーブって簡単なようで、勉強していくと意外とややこしいじゃないですか。何々のって習いましたよね、おそらく。しかも日本語とはのの前と後ろが逆とまで習いましたよね。こんな習い方すると、この習った通りのこれだけの知識だとどうなるかというと、まず勉強していくうちに必ずのの解釈だと説明つかない文章が山ほど出てきます。これがまずです。その上、何々ので日本とは順番が逆という認識だけ持ってるとどうなるのか。それは皆さん、世の中の全てのオブがインリオブジョイというみたいに短い単語で済むならまだしも、要は文章ですよ。目の前で外人が長い文章を喋ってる時に、ちょってオブって日本語とは順番が逆だから、のだとっていちいち止められますか。その上、テスト中にたまオブでこんがらがった、巻き戻してでストップかけられますかってことですよ。最初の方でこの前置詞の時点で使えると、せっかく英語頑張ろうって気になったのに、こんなのっけから難しいなんて英語無理だしてるってなってくんですね。想像以上にたくさんの英語戦死者がここでバタバタ倒れていくわけです。ここで生き残るには、そもそも何々のっていう解釈と逆という認識捨ててください。これから皆さん画面よく見てくださいね。この画伯ガッチャンが皆さんのためにイラストを描きましたよ。アーブをイラストにしますとこうです。さっき語源の話をしましたよね。アーブの根本はアーフです。むしろアーフの語源がアーブです。アーフって皆さんどういう意味でしょう？はい、違います。消すとか休みとか言った人みんな不正解。確かにそういう使われ方が一番多いわけですが、アーフは離れるって意味です。イラストにするとこうです。だから日常から離れるからアーフになりますし、電流がもう流れないように切り離すからアーフになったわけですね。まあ、ちなみに食べ物が正常な状態から離れたって表して腐ったとも表現しますし、口出しするなとか引っ込んでるって言いたい時に後ろに離れろっていう表現で back off って映画とかでよく聞こえますよね。だからオフとオブの2つの違いはですね、アーフは完全に離れる構図、アーブは繋がってるイメージです。
もうピヨーンと抜き出てるけど、繋がってるってことは、どんなイメージになりますか？まあ、未練たらしいイメージにもなりますし、一部分ってイメージにもなりますよね。つまり皆さんの英語の時間に習ったのっていう解釈は、この広い意味合いの中の一つっていうわけです。だから何も繋がりがあるって和訳をしろっていう意味じゃない。この繋がってるイラストを思い浮かべて、広く解釈しろっていう話なのです。このイラストが頭の中にあるのと、逆からで〇〇のって覚えているのとでは、読解力だけじゃなくて作文力にも差がつきます。例えば幻想曲の物語っていう文章を英語に訳したい。むずいね。まあ要するに幻想曲とつながりのある物語っていうことでしょ。そんな時に逆から〇〇のだから、あれどっちだっけってやってると、相当慣れてないとこんがらがります。しかし、このイラストを浮かべて、物語つながってる、ないと幻想曲と、はい、テイルズオブファンタジア。まあ、ゲーム名なので、例えに持ってくるには若干変な文章ですが、まあ、日本の皆さんならどっかで聞いたことある言葉で慣れさせるのがいいかなと思いまして。まあ、大事なのは何かと言いますと、英語というのは基本的に自分という時間に近いところから遠ざかっていく文章です。日本語や韓国語のように、文法から文章を言う文化。つまり、名字から名前を言う文化と違って、分子、自分から文法を言う。つまり、名前が先で名字が後の文化。なので、文章の作り方もそんな感じです。分子より文法を後に言う。だから、オブの後ろがいわば分布ですね。後に言うから。数字でも文法の方がでかいじゃないですか、基本的に。だから、分子と文法が全く同じでかさってこのありえますよね。そうなんです。オブ前の単語より、オブ後ろの単語の方がでかい、もしくは同じでかさって分かってると、より楽に解釈できますね。もう今日の授業ここで終わってもかなり得たものあるんじゃないですか。いや、私結構普段の授業では皆さん習ったことないような革命的なこと言ってるはずですよ。よーく考えてみてください。義務教育で何年も習ったはずなのに、言語の習得はなぜ難しかったのか。私が今説明したようなことを基盤にしてたら、もっと簡単に習得できてたと思いませんか。私自身もこれに悩んで、言語化してイラスト化して説明するに至るまで、もうどれだけのイライラと失敗と試行錯誤を経たことか。でもこの動画を偶然発見した超ラッキーな皆さんは、見てるだけでこの知識ゲットしちゃったんですね。ラッキーな皆さん、おめでとうございます。もうオフとオブが関係があるって知っただけでも楽じゃないですか。頭の中で何かが変わったはずですよ。考え方とか柔軟になったんじゃないですかね。まあ、さっきナンセスクイズみたいな問題を出しましたが、外人オブ言わない問題、これはですね、単にオブって発音を正直にする人はいないので、聞き取りの際には気をつけてねって話です。どういうことかっていうと、あれオブいつ言ったじゃないんですよ。レオンか、なんか用語が出てきたからって構えないでください。難しくないです。連続した音が変化するっていう現象ですね。もっと簡単に言うと、アルファベット M と A が合体するとマになったり、アルファベットの G と O が合体するとゴーになるっていう話です。難しくないでしょ。あいうえおってね、この母音ってやつはね、白紙な人なんですよ。誰に出会うかによってスタイル変わっちゃうんです。だからオフも O だから、白紙な人じゃないですか、王は、王さんは。アルファベットの誰が前に来るかによって、もう、コブにもなるし、ボブにもなるし、ゾブにもなるし、などなどなど変化をするので、ね、まあ、ほぼの後ろもそうですよ。後ろに来る単語によって、まあ、ブがビューになったり、ボーになったりもしますので、もう、原型にとどまらない。ですから、外人はオブっていう形のまま喋ることがほとんどないっていう話だったんですよ。っていうのが、連音化。ここで冒頭のウエスのウイの話に戻ります。韓国の習性とつながる話です。韓国人はせっかち。まあ、英語の場合は、アギョーさんの性格が他人と合わせたがだから、まあ、自然と連音化してただけだけど、韓国のはですね、本当に面倒を省きたいがための省略です。ですから、ういって正直に言う人はテレビやラジオのアナウンサーくらいですかね。もちろん発音を全部きちんとする人も稀にはおりますが、まあ、一般的な話を言ってるんですよ。皆さんわざわざ稀になる必要はないでしょう。普通はういと発音するのが面倒なので、えっと発音しちゃいます。これだけでもウイよりはかなり楽になったのですが、それすらもより一層省きスキルを発動できます。なえごやに。これ本来ならばなウイこやにですが、韓国人はなえごやにと言いますね。これだけでもいいんです。これだけでもいいんですが、より楽に言いたいとき、私という意味のな、このな行は白紙の A さんとくっつくと何になりますか。連音化するとな行足す A はねですね。な行足す A はね。だからねこやにとも略せるのです。で、ここで終わるとせっかちな国とは言えませんよ。散々楽にしてたはずなのに、これすらも省く場合があります。っていうか、大体省きます。2つの連続した単語が明らかにつながりの強い単語だと、例えば学校の先生、この時は A すら言いません。学校先生。ただし、あからさまに装飾する場合は略しませんよ。例えば究極の味みたいにね、省く省かないの基準がちょっとわからないなって時は、日本語で一度考えてみて、2つの単語の間にのが入らなくても、なんか漫画のタイトルっぽいなって成立する場合にはのを省いても OK なんです。例えば会社の仕事、会社仕事、まあまあまあ変ではない OK、ガチャの偉大さ、
ガッチャン偉大さ。なんかちょっと嫌だな。っていう時には省かない。とは、いろいろ説明しましたが、難しく考えずに皆さんも、私の何々が言いたい時には、ないと言わずに、なえ何々か、ね何々と言えば OK ってことです。ね何々。これ難しくないじゃないですか。ねえ小屋に、ねえ湯の井の。とりあえずこれだけ知っとけば、あとは応用可能ですから。ああ、ガッチャンのものって表現したい時の究極に簡単な方法を最後に教えますね。ガッチャンコ。湯のはガッチャンコ。もうそれ日本語じゃねえかみたいな文章ですけどね。ガッチャンのものって意味です。もう好きな方を使えばいいんです。皆さんはこの動画を見たことで絶対に絶対に絶対に忘れてはならないことは、オフとオブの語源が一緒で、オフの意味がこれで、オブの意味がこれで、英語は分子から遠ざかる文化で、韓国語のウイは A もしくは省略されるってことじゃないんですよ。皆さんが絶対に忘れてはならないことは、今この動画を見て、あ、オブがちょっと分かった気がするって感覚と、へえ、外国語ってこうやって習得するんだっていう感覚と、あれやればできそうじゃんって感覚です。皆さんできます。もう一回言います。できます。いや、できましょう。外国語できましょう。ガッチャン信じて楽しくできてみましょう。もう諦めたらもうここで試合終了ですよ。その事実だけでも胸に刻んでくださればこの動画は成功です。苦労した甲斐がありました。ありがとう。それではまた。ガッチャンでした。